ラムネラムネは玉詰め瓶に詰められた炭酸飲料のことである。ラムネという名称は英語のレモネードレモネードが添加したものである。別の言い方をするとラムネとは玉詰め瓶という特徴ある瓶に詰められたレモネードのことである。実際サントリーの FAQ ではラムネとサイダーの違いについて経年で定義の差は曖昧になり、 容器で区別しているとしている。ラムネは玉詰瓶という特徴ある瓶に入れられた、英語圏でレモンライムと呼ばれる柑橘の香りのする甘酸っぱい炭酸飲料のことである。玉詰瓶という容器とレモネードという中身が組み合わさっているところがラムネの要点であり、レモネードを普通の瓶に入れただけでは一般にラムネとは呼ばない。そしてラムネは、 複数のメーカーによって作られており、特定メーカーのブランド名ではなく、一般名称、一般的カテゴリー名である。この容器と中身の組み合わせが、ある種の格好たるスタイルやスタンダードとして、しっかり定着しており、その組み合わせが昔から日本人に愛され、またこの容器と中身の組み合わせが今でもしっかり定着して生き延びているのは、日本独自の現象であるので、 近年では日本を訪れる外国人からも珍しがられ愛されるようになっている。中身の飲料は水に砂糖やドウ糖化糖溶液といった糖類および、酸味料を加えて味を甘酸っぱいものにし、さらにライムやレモンの香料を加えた炭酸飲料である。清涼な風味のほか独特の形状をしたガラス瓶の清涼感も相まって夏の風物詩として、 日本人に長く親しまれてきた。大日本帝国海軍の艦艇においては、消火設備として設置された炭酸ガス発生装置をラムネ製造機に転用し、乗組員の試行品として供給したことも、相まって戦前から広く庶民に親しまれた。ラムネという名称は、イギリスからもたらされたレモネードが添加したもの。独特な瓶の衣装もこの時同時に持ち込まれたもので、 明治初期に神戸旧居留地のシム紹介が日本で初めて製造と販売を行った。明治5年5月4日には日本人に初めてラムネ製造の許可が下り、後に5月4日はラムネの日となった。1995年には日本ラムネ協会が設立された。日本ガラス瓶協会ではたくさんの銭湯とコラボし、ご当地サイダーラムネが楽しめる。 夏休みの恒例イベントを開催している。ラムネの製造は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に基づき中小企業にのみ生産が許されており大企業は製造に参入できない。具体的な製造業者については日本の主なラムネ製造メーカーの節を参照。ラムネ玉ラムネ瓶,瓶独特の形状の瓶は 1872年にイギリスのハイラムコットが米国特許を取得したものが元になっており、英語ではコットネックボトルと呼ばれる。日本語ではラムネ瓶、玉詰瓶とも呼ばれる。ラムネはこの玉詰瓶という特徴ある容器と中身の柑橘風味の炭酸飲料ががっちりと組み合わさった状態で人々から認知されている商品であり、 かつては炭酸飲料やサイダーの代表的なものとして広く飲まれていたがガス圧にこうして瓶に王冠で栓をする技術の普及や缶飲料の登場でシェアは小さくなっている。それに伴い専用瓶のメーカーも少なくなった。発祥の地であるイギリスではすでにこの瓶は店頭から姿を消している。インドの一部地域では未だに瓶を使ったら胸に似たバンタや ゴリソーダと呼ばれる飲料が販売されている。瓶には上から5分の2ほどの位置にくびれが設けられており、口とくびれの間にラムネ玉と呼ばれるガラス球が封入されている。この瓶に飲料を充填し、間髪を入れずに瓶をひっくり返すと、内部の炭酸ガスの圧力でラムネ玉が後部のゴムパッキンに押し付けられ、瓶が密閉される。すなわち、 炭酸飲料の内圧だけを利用して密封する仕組みであった。金属やコルクの栓を使う普通のガラス瓶飲料と異なり、栓まで含めてリサイクルが可能なリターナブル容器ということになる。瓶は洗浄して再使用され状態にもよるが平均で25回使用されると言われる。しかし実際には子供たちがラムネ玉目当てに瓶を破壊してしまうことも多かった。 またラムネ玉があるために、タバコの吸い殻をはじめとした異物が入っている場合に、洗浄が非常に困難になるという問題もある。中身を飲む際は、瓶の口を密封しているラムネ玉を瓶内に押し込み、内圧を逃がすことで回線する。長らく木製の押し込み用具が販売店頭などに置かれていたが、1 9八十年代以降、回線用の突型をしたプラスチック製の器具、 ラムネ開けを添付して販売するのが主流となった。この装着型のラムネ開けは、販売時にはラムネ玉が押し下げられないようにリングを挟む形で容器上部に装着されており、回線時にリングを外して、再び容器の口に取り付け直接ラムネ玉を押し下げることで回線する。回線時には同時に容器の口を押さえ込んでおかないと中身が噴き出すことがある。なお、 回線の際に瓶を斜めに傾けると泡を出さずに開けることができる。ラッパのみやコップに注ぐ際に瓶を傾けると押し込まれたラムネ玉が再び上がって口を塞いでしまうことがあるが多くの瓶には口の手前にくぼみがついておりそこに玉を引っ掛けるとこれを防ぐことができる。販売までの経緯において取り扱いが悪く回線を待たずラムネ玉が容器内に 落ちてしまっていることがあるが、このような場合、中身がこぼれていたり内容物が変質していることがあるため製造元や販売元に変装するよう商品に表示されていることが多い。瓶製造は、広口に成形しておいた瓶にラムネ玉を入れてから、口を熱してすぼめるという工程が取られる。2000年代では、洗浄しやすくするために平行がプラスチックとなり、 中のラムネ玉を取るために、口の部分を通常とは違う右回りにひねっていくと、後部キャップが外せるようになっている。2000年代では、使い捨ての PET 容器のラムネも登場している。ゴミ分別のため、やはり容易に後部を外してガラス玉を取り出せる構造になっている。このような後部のキャップを外すことが可能な商品の場合には、ラムネ玉の誤飲を防ぐため、飲み終わってから外す。 要注意表示が記されていることが多い。基本の柑橘風味の炭酸飲料だけでなく、いちご風味やメロン風味といった非柑橘系フルーツ風味のラムネも存在し、これらはレモネードという原義に立ち返れば明らかにご義務順である。しかし、これらのバリエーションラムネの存在は、ラムネとは日本で独自の発展を遂げた独特の容器に封入されたフルーツ系の風味のついた、 炭酸飲料と広く認識されていることの詳細と捉えればラムネはラムネでありレモネードとは別種の飲料であると了解し得ると指摘されている実際に缶ハ杯においてラムネ風味とレモネード風味がそれぞれ別個の味のバリエーションとして発売された例もある2007年から発売したわさび風味のラムネやカレー風味のラムネたこ焼き風味味のラムネ ラー油風味のラムネ、キムチ風味のラムネといった蒸気の理解を超える変わり種ラムネも存在する。他に激辛、カレーラムネ、辛口わさびラムネ、安眠ラムネ、お茶ラムネ等の種類もある。また、北海道を知らぬ課長には思想を原料にしたラムネが存在する。2000年代は日本食ブームにより日本国外への輸出も行われている。1978年、 厚生取引委員会景品表示指導課文書による全国製量飲料共同組合連合会ラムネの定義サントリーをお客様センターサイダーとラムネの違いは何ですかから2020年6月4日閲覧移設として日本人で最初に製造販売したのは1865年に長崎の富士瀬半米とも風呂上がりに一杯 戦闘にご当地サイダーラムネが大集合、関西、芸能、デイリースポーツオンライン、ハット US パテント129,652、ヒラムカット、インプルーブメントインボトルズ、イシュド1872年7月23日、アーサービナード、NHK 教育、視点、論点、美しい国のラムネ2007年2月2日22時50分23時、 ラムネと防衛の境外化でまがいものを飲まされる、ニュースウィーク日本版、阪急コミュニケーションズ、2006年12月20日、一瞬零零二8から9604。大田悟甘くてつーん、わさびラムネ、エキサイトビットこねた。 http://www.excite.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュビットスラッシュ 000911586039773.html わさび味のラムネである。ありがとうございます。